安室さんの岩本さん社員 CM 食べて、待って、先に CM を作ってから後から書きを作って、逸話が本当だよ、昔は。これ何回も話したけど、CM で流れてるところの、先に作るわけ、15秒をね。ゆっくりしたところで、その時小室さんが作ったんだよ、その曲を。ただもっとテンポが速いイケイケの曲になっちゃって、でも CM に出してる部分とできた曲が全然違うから、どうしましょうっていう相談されて、小室さんから普通にくっつけちゃえばいいんじゃないですかって だから最初ゆっくりのところが始まって、だん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 速くなっていくでしょ。あれはそういうことなんですよ。それが岩間さん社員の実話なんていうの、裏話みたいな、話です。結果良かった、結果いい曲になったと思いますよ。本当に中間管理職には、俺昔ね、安室奈美恵がまだ東芝 EMI っていうレコード会社にいる時に頼まれて「トライミー」って曲を作ったの。でね、作って、で僕は ABEX だけど、別に他のレコード会社の曲も作ってたから、安室奈美恵の「トライ・ミー」っていうのを作ったんですよ。そしたらね、一緒にやってたその EMI のディレクターのやつが上司に聞かしたら、こんなもの売れるわけないって。 こんなもの売れるわけないって。でもう3曲全部いっぺんに作っちゃったね、「太陽のシーズン」と「ストップ・ザ・ミュージック」って。全部売れるわけないって言われたよ。でも安室って何でブレイクしたか知ってますか？トライ・ミーですよ。その人も多分レコード業界にはいないと思いますけど、だからそんなもんですよ、上の人なんて。で、その現場のディレクターが頑張ってみらり通したから、じゃあもう3曲作っちゃいましょうみたいな、感じで作っちゃって、で「トライ・ミー」出したらドッカーンですよ。で、「トライ・ミー」が、当時80万枚ぐらい、「太陽のシーズン」が60万、「ストップ・ザ・ミュージック」が50万って下がってきてるから、大丈夫ですかって。もう多分その時点でもういろいろなことが決まってて、裏ではもうすでにもうボディフィール技術とかあったから。で、そりゃそうだよね、それ売れないって言ってた人についていかないよね、誰も。いろんな人たちが。で、無事に安室さんは ABEX に移籍をする。で、小室さんが安室さんを手掛ける。で、ボディフィールギットでドカンっていくっていう。自慢じゃないよ、トライミーで別にプロデュースバイマックス松浦、マサト松浦、わかんない。この間、あゆしか使ってないって言ったな、俺。だからマサト松浦かな。わかんない。そういう、プロデュースバイなんちゃらもやってたかな。ムロの時は93年？あゆが98年。話が違うところもやってないと思うな。わかんない。だって、そうだ、アサヤンの時に初めてできた名前だから。どっちでもいいや。なんか多分プロデューサー松浦雅人になってると思いますよ、ウィキペディアで見れば。多分見てないけど、多分ね。多分違ったらどうしよう。だから、そういうなんか既成概念にとられている人ダメね。あと、やたら横文字が多いやつ。横文字にする必要はないじゃん。それでなんか自分が偉いんだって知ってるんだっていうような表現するやつって聞いててうざい。ちょっとわかんないんだけど、その新しい言葉みたいなの聞いちゃうもん、俺。でもね、聞いた方がいいよ。ふと理解するでしょ。と次の瞬間が俺も使ってるから。だおーとかして。そんなもんですよ。だから、もうどんどん、インプットをしている人、で、アウトプットをして練習、インプットとアウトプット、インプットとアウトプット、アウトプットばっかしてると枯れるからインプット入れる、そういう人じゃないとダメだよね。浜崎あゆみ、これはまた一つの時代を、ちょうど安室ちゃんがと入れ替わりぐらいにバーって出てきて、とてつもなく上まで行っちゃって、どうするんだろうと思って。でも彼女は彼女なりに、あゆと浜崎あゆみっていうものを分けていて、浜崎あゆみとアーティストと、あゆという個人というものを、二面性があるっていうところではないんだけど、そこをうまく使い分けてっていうか、うまく、生きてると思いますよ。だから彼女はなんか、その人気があるとかないとかってことあまり気にしないですよね。自分がやりたいことを今でもやっているし、おそらくずっとやっていくんだろうなっていうふうに思います。